はい、どうも、たくやくです。と、せーの、ウィーアーチームポイントの、サロです。アミカです。エンです。アマリです。MC です。オカマです。はい、どうも。というわけで、本日は、ホワイトさんと、西成10万円企画あれ気になるの気になるの多い。いや、9? いけるんじゃない人で、だそれでもさ、1人1万円。けど、西成ってなんかすごい物が美味しくて安いイメージ、ね、あー結構安いかな。めちゃめちゃなんで10万円ってどんだけ食べなあかんのかな、ね、と思います。まあまあそれはもうちょっと今回ね、いろいろコラボ撮ってるから、はい、しゃっしゃっ楽しみしゃっあと、今回は、まあ、西成は初めてって人はーい、初めて西成で来ないですよね。交わることのない人ホーエイトと西成って本当にこんなことないやつからね、動画なんでね。北極と南極ぐらい違うんですよね。北極と南極ぐらい違う。すいませんでした。まあでも一つ言えることは、途中絡まれることとかもあると思う。何してるの？じゃあ早速本日ホワイトと竹脇翔で西成10万企画やっていきましょう。よっしゃー、せーの、竹脇翔。今向かってるのはどんなところなんですか？今から行くのは1店舗目は焼肉屋さんです。うわー、あと西成ポイントが、西成ポイント、西成ポイント、秋の焼酎が西成ポイント、西成ポイント、あと西成ポイントになぜか大量にある自転車、やるー西成ポイントチェックしとかな。あ、1店舗目こちらでございます。おー、西成の激安焼肉、鳥焼肉屋さんです。なんとこちら一番安いものから250円でございます。安い、まずこっから10万円ね、こっから10万円ね。全員ちなみになんですけど、えんちゃん、まあ、僕たちの動画でもめちゃくちゃ大の大ファンで、先ほどドッキリを撮り終えた後に、この動画はホエトの方なんで、あの面白かったです。逆にもうじゃないとこの感じがもう、俺なんかやっちゃったんだ。やっちゃってないです、何もやってないです。じゃあまず乾杯しますか。はい、乾杯。乾杯。あ、うまい。ちなみに僕のことは知ってましたか？もちろん知ってました。何やったらもうそこエンちゃん一番聞いた方が。散々聞かされました、エンちゃんに。ちなみにいつも西成の企画が結構多いわけじゃないですか、うん、それってやっぱりなぜそこを拠点にしようと思ったんですか？こんなにディープで、でも人情にもあって、人が温かい街ってなかなかないなっていうか、治安悪いって言われてるけど、実際に行ってみたらすごいおっちゃん、たくのおっちゃんがいっぱいあるから魅力に取りつかれてるって感じかな。あ、もう食べれそう。もう食べれそう。誰の食レポ切ったりですか？逆に。いただきます。おとっちゃん、なんでなんすか？やっぱリーダーやからね。こんなさ、7人を束ねる大変よ。リーダーとしての器じゃないけど、まあ、そういうものが備わってると思うから、できんわけない。めっちゃプレッシャー上げてきますよ。じゃあいただきたいと思います。これなんて言われるんですか？さあ、ガチでレポート。うまい。どうぞどうぞ。いやいやめっちゃうまい。実家じゃないねんから。トサカめちゃめちゃうまいっすよ。いや、もうトサカうまい。じゃあマリサ食レポして。うわ、売られたからにはやるしかない。じゃあここで爪痕を残します。置きます。こちらお肉いただきます。うん、この柔らかい食感、焦げた匂い、まるでお肉のような感じがありますね。臨時閣議で辞任の意向を表明しました。4940円です。20分の1、20分の1いきましたね。じゃあ次ちょっと僕ら大阪のね、YouTuber なんで、たこ焼きでも食いに行きます。はい、じゃあ行こう。ありがとうございました。お疲れ様です。さあ続きまして行きたいのがですね、はい、まあ先ほどたこ焼きと言ったじゃないですか、はい、でもただのたこ焼きではありません。こちらのたこ焼き屋さん、名前のないたこ焼き屋って、じゃあみんななんて呼ぶんですか？もうたこ焼き屋さん、 Google マップにも名前のないって言われてる、そうなんですよ。ちなみにこれ、あ、え、カツで200円。安い。200円。いや、めっちゃうまそう。
えんちゃんに絶対ー、あ、違う求める。えんちゃん、それこそツンツンしてるんですけど。そんなツンツンしてるんだよ。ね、どんぐらいツンツンしてるの。おでんツンツン男ぐらい。ツン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 。いただきます。いただきます。あー、うまっ。熱い。うまい。ツンツンって。あ、でも美味しいね。美味しい。めっちゃ美味しい。完全に守り停止切った時のビスケットルバみたいになってる。こうなった時の、こうなった時の。おえんちゃん、なんで自分で食ってんの。あと、あと、そう、ね、こんな機会多分もう二度とないよ。このこのここは行かな、もう一生後悔するよ。そうよ、チャンスタイム。白鳥さんのあのファンの方々、申し訳ございませんでした。いただきます。はーい。お味は、お味は。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ラクラク。ありがとうございます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 。はいはいはい。そんなこんな感じなんですか。ねえ、決まった。イメージが違うでしょ。コラーゲンたっぷりの。うわ、うまっ。うわ、とろける。これやばい。煮込み。うまっ。うまっ、これ。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ちなみに皆さん、ヤマキって知ってます？ヤマキ、西成で一番有名な子供屋さんっていう店もあるんで、ちらっとじゃあ見ますか。そこでももうね、いつもね、行列できてて入れないんですよ。今回一応その超有名なヤマキというお店さん。ヤマキ、結構並んでる。ちなみに何分ぐらい並んでる。言うて10分ぐらい。あと10分ぐらい。でもここからって、うわ、でも30分ぐらいかかるね、やっぱり毎回。じゃあこれが一応ヤマキでした。西成有名な。まだありがとうございました。楽しんでください。ありがとうございます。お、顔落ちな。ちょっと危ない。ちょっと危ない。お兄ちゃん、何が起きたの。ラクラク。西成ならではの立ち食い寿司屋さんで、じゃあ早速いただきます。いただきます。その前にグイッといきます。そこだけ自分の世界入るやめて。じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。これ何倍やった。18,000円。おお、でかいですよ。じゃあ次行きましょう。はい。どんな店なんですか。あ、これ前にも行ったことあんねんけど、当時出てた刑務所のご飯を提供してくれる店。だから実際に入ったことがある人が監修して刑務所の飯を出してくれるとこなんよ。マジですか。そう、今のところ全部めちゃくちゃ美味しいんですよね。いや、そうだよな。しかも人柄がめちゃくちゃ良くて。いや、でもまだなんかいつもぐらいは絡まれてないけどね。そうなんです。いつもやったらもっと絡まれる。いつもやばない。やばいやばい。だって兄なんかこの前こづかれてたよ。そう、なんか殴られた。パシーン殴られてたよな。まさに殴られた。しかもここでな。しかもちょうどここっすか。ちょうどここでピンポイントで。やば。はい、それがこちらの淡路屋さんです。おお、まだ OK です。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。いや、正直な感想、みんなどうやったか。いや、めっちゃ楽しかった。西成、人柄が一番見える場所。確かに。なんでそういう場所になったんですか。なんかこういう街になったり。いや、もともと本当になんかこうドヤ街というかスラム街で、でもそれは昔から暴動とかもあったみたいで、警察と。もうほら見て、ここ目の前警察署。だからもうそれもあのさっきのおっちゃんおったやんか。だからもうあえて警察署の前に出すことによって、もう潔白やから、昔いろいろ悪さしてたんで、あえて出したろかって言って出したらしい、ここに。じゃあ行きますか。はい、せーの、乾杯。本当だ。みんなが楽しそうだね。これが西成よ。何しとんの。あ、YouTube の撮影なの。YouTube 今撮ってる。あ、撮ってる。撮ってます。俺今日片足してる。すいません。モザイクで。あー、オッケーオッケーオッケー。今撮ってる。これ回してる。
あ、今一応、あの、許可取って。困ったなぁ。出しされても困るんだよな。困るようなことしてるからや。あの、本当にちょっと許可出してないんで、写すのはちょっとやめてもらえ。あー、オッケー、すいません、申し訳ないです、すいません。さっき何度もあり。あ、オッケー、オッケー、ごめんなさい、ごめんなさい。あの、そっか。まだ取っとるやんかな。いうこと一回聞こうや。ああ、もう、ま、回してない。回してないってさっきもそう言ってから今回してもいいから、何度も同じこと休んじゃねえんだよ。すいません、話してお前酒飲んでるやんかよ。ちゃうんかなあ。お兄ちゃん、はい、何してる、ちょっと回して。いや、もう申し訳ないです。みんな頭押さえて、すいません。お前何も頭押さえとれやんけ。さっきから睨んどってからな。んか文句あるんかお前なあ。さっきから見とけばねえ。いや、全然そんなつもりで。そんなつもりで、お前睨んどってやるよ、今よ。いや、もう睨んでる、睨んでる。大丈夫、大丈夫。ああ、大丈夫、大丈夫。ああ、見ちゃうか。いや、全然大丈夫。ああ、じゃあどうしたらいいですかね。もしお兄さん、許してくださいよ。もしあれだ。大丈夫、もういいです。まだ許してください、もしあれだ。申し訳ない。はい、すいません。いや、負けんねん。はい。飲むのやめろ。え、なんでその態度や。あ、いや、僕は別にそんなに、なんすか、お兄さんに対してそんな睨んどってやるかよ、今もよ。睨んどったんじゃねえかよ、お前。じゃあ俺の目は不思議なか、これ。ああ、おい、大丈夫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 。いや、こっちも作戦じゃないんや、これ。ああ、すいません、本当に。はい、というわけでこれを見ているみんなはもう今ね、めちゃくちゃまあ揉めてるまあシーンの最中でまあ巻き戻ってこのねシーンまで来たと思うんですけど、ドキです。48に西成を散策していたら急に小表のおじさんに喧嘩を売られるドッキリということで、あらかじめですね、俳優さんとこう打ち合わせをして、まあ事前に、ここでこのタイミングで喧嘩を仕掛けてきてください。じゃあ僕もなんかこうスイッチ入れた感じで、ちょっと喧嘩みたいにしていきましょう、みたいな感じのくだりに、していくと思うので。まあそれでは皆さん、48の反応をお楽しみください。続きをどうぞ。最初からさ、謝ればいいじゃない。本当に。何やこれ、来たな。あ、もう分かった、やったんだよお前これ。警察呼べよお前。警察行ったら大人しないと思ってんだから、口と鍵が。はよ呼ばんかよこれ。大丈夫、大丈夫。やったんだよこれ。どうしようすか。ちょっと待って。呼んでやる。たったらもうやめてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。演技にもほどがある。外していいですか。足震えてんねん。こっちゃんが一番やばかった。もう、ああ、やばいやばい、俺もやばいやばいみたいな。いや、もうこれテレビ番組ですか。超えてません、 YouTube の域。また文章に変えるのかな。いや、もうだってもう明るく文章出身じゃないから。もう顔がいいとすもん。もう全然もう俺のことかな。反対、ドッキリ大成功。こんなドッキリやん、俺経験者もない。何やろ、映ってないけど。というわけで、48と竹谷騎手初コラボ in 西成10万円企画、これにて終了です。終わり終わり、これがミール。